久保さん、みんなの銀行、今日も入金あったんですけど、まあ動画撮ったんですけど、また切り口変えてね、また動画撮りました。今40、40本ぐらいですか、まあ、久保さん100本ぐらい撮ったみたいですけど。まああとね、今11万突破したんで、まあ,あと18万ぐらいですか、はい、頑張ります。だから100本ぐらい撮れば30万ぐらいいかんじゃないかなと。<laughs> ね、100本ぐらい撮れば。<laughs> そう。あのー、これね、多分ね、100本撮れない人って、 あの切り口が分かんんないんでしょうねでみんなの銀行ひたすらいいよ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 ,いいよ,いいよみんなの銀行お金もらえるよもらえるよしかこの切り口しかないから動画限界がありますよね久保さんと僕って切り口無限にあるのでいくらでもいけるっていうね <laughs> であとデータからあのいいデータを持ってかぶせていくっていうねちょっとかぶせていくっていうまあいろんな技があるから だから、動画無限に撮れるんですよだから億万長者合宿もこれ、無限にできる理由って、いろんな切り口、お互いに切り口が無限像にあるので、いくらでも喋れるって話ですね。だけど、多くの人は、一つの現象に一つの答えしかないので、でも、その一つの現象から無数の答えを出せる、無数のなんか言葉を出せるんだったらもう、もう無限ですね。だって1、1る1 0じゃないですか。で、さらに言うとね、その 1, 1から10を生み出して、その10に対して10からまた100を生み出すんですよ。 分かります言ってること1。1の現実から10を出しました。でもその10の言葉からまた10を生み出せるんですよ。1個1個。じゃあもう100ですよねって話で。でもう無限なんですよ。<laughs> 無限ですね、久保さん。いってらっしゃい。